接種会場が開くまであと1時間ほどあるのですが、会場には早くも列ができ始めています。予約の時間より早めに集団接種会場を訪れる高齢者たち、その中には依然として予約が取れず直接会場に来てしまう高齢者も。電話頑張っても頑張っても取れないんですね。ここへ来れば1回で取れるかしらと思ってきたんですけど、ここは接種だけの人でした。札幌で先月24日から始まった高齢者向けの優先接種、およそ54万人が対象で、75歳以上が先行して集団接種会場やかかりつけ医などで接種を受けています。市は今日午前9時からインターネットで集団接種予約を再開しましたが、電話予約はコールセンターでクラスターが発生したため、急遽正午からの受付に変更。合わせて2万9000人分の予約枠に対し、午後3時現在、目立った混乱はなく、電話とインターネット予約ともにまだ空きがある状況です。チケットしますからね。市内のクリニックです。ワクチン接種は順調に進んでいる一方で、こんな問題も。あ、キャンセル1件あった。キャンセルはもう打っちゃったっていう。都合が悪くなって逃げなくなりました。ああ、集団接種で取れちゃったからキャンセルなのかな。二重予約によるキャンセルや予約日を忘れたなどの電話、LINE が増えていて、予約を繰り上げるなどの対応で混乱しているといいます。予約の日程を間違えないでいただきたい。それから予約をすでにお取りになられている方は、なるべくその最初の予約を尊重していただいて、他のところの二重予約といったことはお控えいただきたいなと思います。一方、北広島市では65歳以上を対象にした個別接種の予約受付を今日から再開しました。北広島市ではワクチンの予約電話の回線の数をおよそ3倍に増やしました。前回の予約受付の状況を踏まえ、電話回線を10回線から28回線に増設、フリーダイヤルに変更して対応しています。前回お電話がつながりにくい状況だったんですが、十分なワクチン の予約の枠を確保しておりますので、今回と合わせますと、65歳以上の高齢者の2万人の方の全ての予約が完了することになります。先月24日から高齢者を対象にワクチン接種の予約受付が始まった登別市。商業施設などにインターネット予約が難しい人向けに特設窓口を設置して、職員が補助しながら予約を進めています。かかりつけに電話したら、もういっぱいだって言われて、それでここやってると思ってこう来たんですけど、助かります。道内各地で高齢者へのワクチン接種が進む一方で、予約をめぐる多くの課題が住民への大きな負担となっています。